はーい、ドンピシャです。ぺやんこで、出たナイスだったーす何が始まったのか何が始まったのかはちょっと分かりづらかったけど。分かりづらかったけど、ポータルナイツが始まろうとしています。始まろうとしているっていうのおかしいよ、ね、始まってますよ、はい、始まってます。前回から続きですね。まあもう見てわかりますね。取っ払ってやったわ、取っ払ったようです、うん、なんかあったはずだよね。うん、あったんだけど、正面にさ、うん、石のなんかでかいのあったでしょ。お、あーなんかあったな、それも取っ払ってやったわ。ないですね。ツルッツルになってますね。そう、だからこっち側に家を作ろうかなと思ってるよ。なるほど、もうじゃあここで決定ですね。決定なんでしょ、だって決定ですよ、うん、そうですね、探し回りましたが、早速行くから、早速もう作っちゃいますか。じゃあ、うん、うんうん、だからこれ邪魔なんだこれ。なるほど。まあ、今ちょっと関係ないんだけど、ちょっとドンさんに見てもらおうかな、うん、クラフトのとこ開いて、おう、クラフトのとこ開いて、ピッケルのところあるじゃない。ピッケル、はいはい、うん、で作業台2を選んでもらいたいの。はいはい。そうすると一番下に、うん、変わった方位磁石っていうのがあって、お、ん、これがね、いつも北を指しているトリガーされると短い時間ポータルの方向を指す。あるじゃん。なんかこれアップデートで追加されたらしいんですよ。なるほど。 あんのかよ。そうだから、うん、こういつも困ってたじゃん、いつもどこやんのって。困ってたね、最近は特に困ってたね、うんうん、それひょっとしたらこれで解決できるのかもしれない。素晴らしい。まあ今は関係ない話なんだけど、ね、もう今関係ない、まあ、そうだね、もう今は関係ないね。これ前回気づけばよかったね。なるほど、うん、そうそうそう。あ、今後ひょっとしたら役立つかもしれないよっていう。いや、役立つね。今後またやっぱいっぱいあるからね、うん、ね、うん、助かるわそれは。助かるそれは。で、ぺちゃんこさん、どういう感じに進めていくんですか。これは別にぺさんにもうお任せ。お任せでいいんですか。こっち側に行くから、うんうん、じゃあこのソフトクリームを、うん、全部回収してください結果ね。はい、本当に本当にこれ、あ、そう、そのソフトクリームはもういりません。これもいりません。一回いらない。一向に絹育たないね。そうなんだよね。ということはさ、これやっぱ間違えてんじゃないの。なんか育て方があんのかな。違うんじゃない。可能性はあるね。これすごい量だよ。いや、すごい量だよこれ。多分200個ぐらいあるんじゃないかな。もう気持ちいい。俺も取れもしねえわ。取んなくてもいいよね、もう。いや、取ってまた後でやるから。うん、うん、ちょっとまだ可能性あるからさ。持ってないんだけど。もういっぱい荷物整理がめんどくさいな。あ、これなんか使っちゃおう。あれ、どうしてそんな。怒りのヘルメットのレシピを覚えました。お、何なのかよく分かってないけど、よし、できた。とりあえず、いい。うん、あ、なんか下、地下。ああ、繋がってるかもね、その辺から、ね、埋めといてください。鉄塔さん、埋めといてください。あ、その下。泥俺持ってるぞ。お、じゃあお願いします。埋めるの。嘘。お雑に埋めたね。おそこは埋めなくていいよ。おここダメだよ。ソフトクリームはいらないんだよ。おって言いながら置いてたぞ。どけてくれ。いらないの。ソフトクリームはいらないよ。なるほどね。あ、なんか、あ、なるほど、ちょっと道っぽい感じにしようとしたね。石畳っぽくしてるんだね。あ、なるほどなるほど。くだらねえ。くーくーで、うん、次はもう最初から。最初から、もう最初から。あれ、あ、何、軸決めてくから。軸、軸と9で回転。なるほど。ああ、なるほど。ん、ああ、なるほど。はい。おお、おお、ここが我が家です。なるほど。ああ、いいです。やっぱこのドアじゃないとね。
そうだよ。したらどうすんの？したら？したら横、どっから？こっからか。もうこっから家だから。あそこから家。そう。ほう。反対側もじゃあ。反対側もそうだね。何マス？三、四、五、六、七、八。穴すごい開いてるよ。十。穴うまいことなんかやってて。一、二。やべ、また植え始めた。こいつに、植え始めた。俺こいつにソフトクリーム渡すな。こいつからソフトクリームを。おお、なるほど。あ、なんかちょっと種類の違う。これは石、線の入ってる。線が入ってるかな。へえ。言うてここのさ、もうここの地面ってさ、泥じゃないでしょ。多分。これね、もう違う。いやあのね、うん。予定ではこの辺は畑にするので、そこはね。ああ、なるほど。じゃあいいんだ。あ、いいんだ。じゃあ埋めるね。埋める？違う違う。家の中、それ家の中、家の中。これは家の中。そっちは家の中でしょ。どう考えても。ああそうね。話聞いてた？じゃあこっち埋めていいのね。まだとりあえずまだまだまだ。木はまだ早いらしい。まだ早いのか。あれ、ああいいですねいいですね。よし。ああ、なるほどね。これ左右体操にしないの？体操に。左右体操。左右体操に。しないの？気持ち悪いな。ね、体操に悪い顔。気持ち悪い。違う、中も体操になんないから。あ、そうなの？うん。気持ち悪いな。あ、なんか、あれ？木、あ、木だ。今度は木が。それは木ですよ。ああ、置けないんだ。あ、なるほど。窓とかつけるんですか？どうなんだろう。窓つけますね。お窓じゃあ作ってよ。え、どうやって作るんだろうね。あ、なんかパクってこれるんじゃない？あ、いいじゃん。どっかにあるでしょ。うわ、これこの家あれ、ここ家だったはずなのに、なんかなんか棒、棒になってる。もう家具が見える。そこは昔、こっから見るとロボットみたいだな、ちょっとロボットみたいな家になってんな。うん、なってる。そこの素材を今、あの使わせてもらってる部分もある。なるほどね。なるほどね。ここからパクってきたんだな。窓、ここも柱がない。危ない危ない危ない。窓って、窓ってあるかな。どうだろう。でも、あ、ガラスとかがないんだな。ガラスないんだよ。ガラスないな。ガラスってどうすりゃいいの。なんか、なんか足りないんじゃないかな。作れません。どうでしょう。見てないからわからない。見てないからね。遠回しにだから見ろっつってんだよ。うん。わかる？なんか家具作れる感じしないな。家具は作れないのかな。あれでもなんか。いや家具作れるでしょ。作業台か？一かなんかで作れる。一かなんかで結構作れてたような。本当に？それ金床見てるからじゃない？本当に？木のブロック。ブロック系をまず普通に作れるのと、製図台。お。ん？これを作れば、うん。装飾的なブロックや家具の作成に使用って書いてあるぞ、これ。あれ？製図台。そっちにずれたのか、もしかして。かもしれない。あ、今銅鉱石捨てちゃったから、ちょっと待って。これ銅鉱石4つあれば作れるな。じゃあ製図台を作りましょうよ。製図台ちょっと作ってくれや。ちょっと待って。荷物なくなっちゃったんだね。だから一旦荷物整理をします。お、地面はやっぱ木だよね。温かみがある。うん、まあ、それはいいですね。うん、ってことは鉄塔さん、あの地面を一段で木にしてもらっていいですか。わかった。よし。お、もうできてる。お、うん。いいの置いたね。いいの置いた。お出迎え。お出迎えが。お出迎えだね。こっちからだからね。こっちから出て、うん。こっから入るんだよ。ここにあったらだって。あ、そういうこと？なるほど。逆向きね。こっちね。こっちが家ね。逆向きに置けってことね。あ、どっちだ、どっちが家だと思ってたの？あ、俺こっち側が家だと思ってた。これ外だよ。あ、外ね、こっち。うん。なるほど、なるほど。え、今それ。うん。
製図台作成。おボヒーン、作成しました。製図台を、うん、どうします。あ、いや外でいいっす。中、いや中入れないでください。あ、そう、まだあの、はい。のそう入れる何これ、製図台さえもさ見づれーし、製図台見づれーじゃん、銅像製図台の方向いてねーしさ、なんなのよそれ。とりあえずね、うん、とりあえずね、最悪向かしてよ製図台にさ。とりあえずだから、製図台、あ、ベッド、椅子、あーいいね、スツール、スツール、スツール、ドア、フェンス、高いフェンス、テーブル、あ、窓枠、あ、あるじゃん、金のイースターエッグ。いや、まだなんだよね、そういうの。窓枠作れるよ、作る、もう作った。うん、じゃあドンさんは窓枠ね、4つで、鉄塔さんは、うん、あの、だ、地面やってくれ。わかった、書いてる書いてる書いてる、製図で、お、作れたぞ。これを回収してで、窓枠、おお出れなくなった積んだおい、一人積んだ、大丈夫、あぶれ、あぶれ、なんだここ、怖えー、ここ怖えー、どうぞ、地獄だった、怖えー、あれ、ここ窓枠つけれないな、あいいんじゃない？おお。窓、隙間風入っちゃうよ。こんなまがまがしいのやだ。すごいなー。こんなまがまがしいのやだよ。てか、なんでこんな銅像持ってんだよ。なんかあったからさ、高尾君。誰だよ、取ってきたの。ペイさん、ほら。ん？ここ置ける。あ、もう。あー、なるほどね、うん、ほら、うん、そんな、だって見て向こう、土だぜ。あ、ほんとだ、うん、うん、そうだね、よし、わかる、どうしよっか。いや、だから、ここはいいよ、だから、ここはすごくいい。あ、そこはいいんだ、うん、ここ、こうやれば、だって、あー、そうだね、ほら、あー、なるほどね、あ、いいじゃない。やっぱさ、ここの真ん中にも欲しいな。あ、なるほど、じゃあ、うん、分かったって言ったやつがいた。うん、分かってほしくない。俺あの人に分かってほしくないな。だって1個取ったじゃん。ちょっとさ、何起きたの、ちょっと置いてみて。分かった、うん、こっち見た。ああ、じゃあいいか。悪くない、悪くない。いや、なら悪くないならね、瀬戸さん、これを2つをここに、ここと一番端っこに置いてやってほしいな。なるほど。真ん中に窓枠？そう。ああ、なるほど。うん。それだってさ、窓感やばくない？でも真ん中にちょっと隙間が、あ、そうか。4体必要ってことだね。うん。で、だ、うん、こいつ、うん、違う、テッドさん、全部いっちゃうから、そうすると全部いっちゃう。え？危ない危ない。こうじゃないの？違う違う違う。あ、あれ？そうで、この違う、テトさん、ない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 、違う、テトさん、違う、あれ違うの、あれ違うの、あれ違う、ここでだって2個いけるでしょ、2個に、端っこ端っこで、あ、いけるいける、あ、いけるか、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、あ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 、はあ、はあ、いいじゃんとか言ってるけど、俺100歩譲ってっからね、これ。はあ、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 位置変わっちゃった。いやー、まあまあまあいいか。いいじゃない、まあいいね、まあいいわ。はい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 。はいはい。どうすっか。よし。あ、もう。そっか。すごいね、窓から始まることってなかなかないんだけどね、作るときに。ああ、じゃあ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 、し、想像通り、うん、いいね。あ、いいじゃないいいじゃないいいじゃない、よし、うんうんうん、
普通この後に窓とかつけたかったけど。あ、真ん中スペースできたね。ほんとだ。もうないんだよ、在庫が。あ、マジか。今切らしております。作れないかな。よし。あ、いいじゃん。スタチューないね。さあさあさあ、だんだん。でもちょっとこれ木、磨かれた木足んないと思う。ドンさん、ちょっと木磨いてほしいな。木？木、木掘って磨くの。うん、磨かれた木が欲しいかもしんない。やだ。わかる。本当に？あった。よし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 。天井も欲しいからいっぱい必要かもしれないぞ。そうか。うん。なるほど。ちょっと難しいかな。かな、何が？とりあえず木。あ、木じゃあちょっとあの木こっやっといて。あ、今ここはやってるから。なるほど。磨かれた木のブロックにすればいいの？さあ。よし、258。こんだけありゃいけるだろ。こんだけありゃいけんじゃねえか。お、ちょっと良くなってきてるでしょ。ちょっといい床じゃない。これ何この床。だから今作った。あー、磨かれた木のブロックなんだね、これが。なるほど。わからんかった。なるほどなるほど。早くそこの穴埋めろよ。よし、俺が置いてやろう。あ、じゃあそこ埋めてくれ。はーい。よし、やべ、なんか下の方も、あ、まあいいか。綺麗に収まったね。綺麗に収まってねえだろ。どう見ても綺麗に収まってねえよ。おー。何これ。かわいいじゃん。ちょっと待って。いいじゃない。うん。ちょ、ちょ、そしたら一個奥にしてくんない？そしたら。あ、なるほどね。あ、いい。うん。いいんだね。うん。あ、落ちた。おお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 。あ、ぽい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 。神。神。じゃあ下いらない。下じゃあ下いらないよね。せっかくやったのに。よく見えるね。うん、よく見える。いいじゃん。下いらないな。2個あげるか。2個あげる。3個じゃないの。いや、やりすぎじゃない。高すぎない。平気。分かんない。3個。あ、でもそうするとここの位置から、うん、あの窓を差し込めるね。そしたらこの、なるほどね、3台やると。これは木が結構いるな。これ木結構いるでしょ。あ、こっちもかなり大量生産っていう。自責解除した。おお、やった。400あるぞ、磨かれた木のブロック出来上がれば。震えた。気づいたら何？震えた。気づいたらこっちを見てた。何これ。それさ、おお、だなぁ。その何、謎解きダンジョンじゃないのよ。作ってんの。すごいなぁ。見てた。こっち側にも来たくなるね。そうだね。うん。だいぶ深いな、ここ。あ、うん、なんか深いね。嘘。あ、なんかあれでも、あ、え、一個深いのか。うん。あ、でもそうすると変か。あ、全部変だよ。全部変。全部変。段になった。段になった。階段。あ、これ階段になるんだ。フェイズさん。
それ階段になるの？階段になるよ。2体しかないんだけど。じゃあダメじゃん。階段になるよ。階段にできるだけ用意してくれんなら階段にしていいよ。お、あんのかな。てか、瀬戸さんさっきさ地下行ってたけど、これ探しに行ったんでしょ。いやなかったんだよ。なかったな。じゃねえかなと思ったんだけど。ああ、なかったか。このゲーム一人で他のとこワープできねえからな。そう、いいねいいね。でも瀬戸さんさ、あ外のかき集めればこれ結構な階段になるよこれ。本当だな。結構な感じになるよ、ね、おしゃれ階段になるよ。うん、なるな。結構高いな。土井さん水枯れだけあげる。あ、俺全然持ってねえや。そしたらこの上あの窓にしてくれよ。窓じゃねえや、ごめん。あの窓開け？屋根。あ、屋根？屋根つけてこうぜ。はい、というわけで、はい、完成したんですか？一応家具とかは、まあまだ入れてないんですが、まあ大体のとりあえずはっていう感じなんだね。作ったと。なるほど。じゃあ見ていきましょうか。そうしましょう。行ってください。まずこんな感じですね。あー、いいですね。いいね。なかなかいいじゃないですか。うん、銅像いいですね。まがまがしいね。まがまがしさはどうしても出ちゃうんだけど、じゃあちょっと僕が開けさせてもらって。はい、いきますよ。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいました。じゃあここはまあ談笑スペースを作り合ってる。お、なんかちゃんとこういうのも取り入れてくれてるんだね。そうだね、取り入れまして階段ね。あー、なるほどね。まあ間取りは完成。天井すごい。こっちの倉庫スペースが、ええ、お、下が作業台になっている。これ橋とかじゃないんだね。これ違います。あー、これ作業台ですね。かなり効率を求めた結果、もうじゃあ地面に埋めてやったらいいんじゃないかと。やったね。すごいね。へえ。まあまあまあいいじゃないですか。こんだけチェストありゃいけるでしょ。あー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。へえ。なるほど。で、途中にさ、うん、二人にあげたのよ、部屋を。あー、もらいましたね。で、俺、うん、で、そんな見てないんだけど、うん、いやー、まあでも結構ね、狭いスペースだもんね。なかなか狭いスペースだもん。まあどうしようかなって考えたよ。まあ自由にしてくれっつうからさ、うん、やらせてもらいましたけど。まあじゃあちょっと行きましょうか。あ、行きましょうか。オープン。こんな感じになりましたね。そうですね。うん、こんな感じになりました。僕らの部屋はこんな感じに。僕らの部屋はこんな感じに。うちここまでだったんじゃなかったっけ。僕らの部屋はこんな感じになりました。うちここまでだったんだよ。あれ、うん、そうでした。そうかな。ここあれでしょ、男女下男女いけるとこじゃん。男女に繋がってるので。そうなんですよ。まあいずれはね。そう、まあいつでも男女いけるなみたいな。うん、うん、うわ、本当にいけるようになってんじゃん。そうだね。なかなかうまく利用できたかなっていうね。しかもこっから出れるようにして。そう、出れちゃう。もうだってそのまがまがしいとこの上に敵がいるもんね。敵がいたね。うん、なかなかいいじゃないですか。上はなんかあるんですか。上はそこは狭い。そこは何かしら狭い。あ、なるほど、こういうこともできたのか。何、あ、なるほど。柱？すごいじゃない。すごいじゃない。ぴったり収まったね。うん、ぴったりは収まってないんだけどね、下にいるから。いいね。いいじゃない、いいじゃない。うん、え、じゃあこっちはまだ今途中ってことね。まあ途中だね。まだちょっと夢広がる感じになってるね。じゃあもうほら、まあほぼほぼ完成だね。そうだね。あ、いい、いいじゃない。家具とか入れて、うん、これでようやくまともにうちらも、そうだね、生活ができるね。あ、うん、いいですね。なんで置いちゃうんだろうね。じゃあ今回はこの辺で終わりますか。はい。まあまた次回なんか、うん、増えてるんじゃない、この家にもさらに、うん、かな。うん、可能性はあるね。またやっていきましょう。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。